Hi, Sarah. I need to be real with you. I'm ready for the next step in our relationship. Hi, Sarah. I need to be real with you. I'm ready for the next step in our relationship. さあ、今日も盛りだくさんでしたね。次回もしっかりと頑張りましょう。音読暗唱を欠かさないで。でね。というわけで今日はこの辺で。バイバイ。リク、お待たせ。どうした？どうしたの？蚊にたかられてない？うん？うん、おいで。この工場で世界で通用する英語表現を学び、ビジネスを前に進めるスキルを身につけましょう。はい、ご飯だ。ご飯だ。ご飯だ。ラジオビジネス英語では、自分の意見を述べるために必要な英語力と適切な伝え方を使っていきます。リク、ヨーグルト。おいで。座れ。うん。お利口だね。戦略の方向性をすり合わせるです。ロンドン本社から来日中のダニエルとエミリーを交えたミーティングが続いています。エミリーは日本サイトの考え方に納得がいかないようです。おいしいですか。そうですか。ちょっと待ってね。5月になってもまだなかなか気が抜けないこのバカ坊主にこいつ今日、風もあって爽やかなのでブラシをかけようと思いますが、気持ちいいくせに半分しかかけてませんので、かけるよ。あ、こっちはかけたでしょ。これこんな風なの、こっちはかけたでしょ。こっちは反対向けって、いや、ほんとそう。いや、いいよ。いいものがある。これいいものだけど。こっちかけた。石飲んじゃダメだ。石食っちゃったのか。あ、石口男性。いや、じゃあこっち側をかけ出して、そう、こっち側をかけ出して。できるじゃないか。ここ見える？かけさせてくれ。痛い。噛むんじゃない。お前らバカ、遊んでるんじゃないのよ。ちゃんと綺麗にする。綺麗にしないと噛まいけないよ。行くの？じゃあ座れ。ちゃんとしないとカマいかないよ。カマいって嫌がるでしょ、毛が抜けたら。いい子じゃないか。いい子。カマ連れてやるから。いい子じゃないか。いい子だね。ちゃんとじゃあ今日カーマ連れてある。選手みたいにファーマン泣くんじゃないか。
対こっち、反対、こっち、あ、いい、しかも、こっち側あんまり抜けない ね今年初めてです。1月ブラシかけたことなんか全然ないんですけど、あんまり抜けない。はい、はい、今ほい、どこらかいい、自分の毛が飛びる。よし、じゃあ吹き飛ばすね、吹き飛ばすぞ。手が出る、手が出る、手が出る、落ちてる、英語だ、今あんた、あんた気持ちいいからね。もうちょっと上がった、よし、いい子でした。ということで、じゃあ、カーマ行ってきます。